佐藤のプログレスは日本の競争馬である。馬名は冠名の佐藤のと英語で進歩を意味するプログレスが由来となっている。前アニに2007年の富士ステークスで2着となったマイケル・バローズがいる。主戦騎手は横山則博。育成牧場のチェスナットファームで上京を受け、5月に日高トレーニングセールに上場されて2000万円で落札された。 そして9月頃に国枝久支給者へ入級し、10月28日に東京競馬場で行われた新馬戦がデビュー戦となり、横山の弘が起乗して一番人気に支持されたが、不さいアソ相トに敗れて3着だった。次の中一周での未勝利戦でも一番人気に支持されたが、マイネルチャールズに敗れて2着、さらに1ヶ月後に出走した未勝利戦も、 浅草団里に敗れて二着となるなど競合馬を相手に前線を続けたが勝利することはできなかった。この年初戦は前走から一ヶ月後の未勝利戦で、またも一番人気に支持されて、今後は人気に応えてデビュー四戦目で初勝利を挙げた。続く若竹賞は湘南アルバに敗れて四着、放牧を挟んで出走した三月の三歳500万、た競争を制して、 オープン馬となった。オープン初戦は初の重賞挑戦となるニュージーランドトロフィーとなり、6番人気だったが2着のエシンフォワード23、4馬審査をつけて、重賞初挑戦で重賞初勝利を挙げ、NHK マイルカップへの優先出走権を獲得した。この勝利は安状の横山則りにとっては2週連続、国枝久し9社にとっては3週連続の 重賞勝利となり、場所にとっては重賞初勝利、生産者にとっては14年ぶりの重賞勝利となった。そして5月11日の NHK マイルカップに出走したが7着に終わった。秋初戦は小バとの初対戦形成敗オータムハンディキャップ。しかし12着と大敗した。ポートアイランドステークスでは5着、富士ステークスでは16着と大敗した。 休養を終えて2009年6月21日の福島テレビオープンで復帰。レースでは道中先行集団につけていたが、最後の直線で失速して12着と大敗した。その後は、長期のブランクから復帰することなく、2010年12月1日付で競争場登録を抹消。茨城県の商風馬事センターで乗馬となる。ありがとうございます。